皆さんこんにちは。レアルステート富山店管理栄養士の萩野です。今日は基本の調味料さあシースセソ砂糖塩酢醤油お味噌についてダイエットや健康に気をつける上でどんなものを選んだらいいのかっていうのをお伝えしていこうと思います。この動画を少しでも皆さんのダイエットの参考にしていただけると嬉しいです。それでは本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、ではまずお砂糖さのお砂糖からなんですけれども、お砂糖で一番おすすめなのはきび砂糖です。なんできび砂糖がいいのかって言いますと、白砂糖よりも精製度が低いものなのでおすすめです。でお米で例えると分かりやすいんですけれども、玄米、ぶずき米、白米っていう順でどんどん精製されていっていますよね。でお砂糖もそんな感じで考えていただいて、黒糖はお米でいうところの玄米、きび砂糖はお米でいうところのぶずき米で、で白砂糖がお米でいうところの白米なので、白砂糖ですとか白米はしっかり精製されたものになるので、見た目が美しかったりですとか味がすっきりしていたりっていう利点もあるんですけれども、精製されている分お体に必要なミネラル分が結構削ぎ落とされているものになります。で玄米ですとか黒砂糖、ちょっと茶色くなっていくにつれて精製度が低いので、ミネラル分とかも多く取れるものになります。でその代わり黒砂糖とかですとちょっとコクが癖があったりして、白砂糖の代わりに料理に使いづらかったりするので、きび砂糖だとちょうどいいバランスで使っていただけると思います。でちょっと砂糖ではないんですけれども、砂糖の代わりに使える甘みとしてすごくおすすめなものが2つあるので、そちらもお伝えしたいと思います。1つがみりんで、もう1つがラカントです。最初みりんからなんですけれども、みりんもしっかり発酵してる本みりんを選んでいただくと、砂糖に比べて血糖値も上がりづらくて脂肪もつきにくくなるので、砂糖の代わりに使えそうな場面ではぜひみりんを活用していただきたいです。でみりんもちょっと選び方が注意が必要で、本当のみりんはもち米と米麹と焼酎、この3つだけで作られてるんですけれども、スーパーとかで見てみるとみりん風調味料、みりんみたいな味付けにした調味料があって、偽物のみりんがあるので、これっていうのは本当ブドウ糖、糖類ですとか酸味料、化学調味料とかでみりんみたいに近づけた調味料になるので、これは選ばないように気をつけていただいて、できれば純米タイプ、原料がもち米と米麹と焼酎だけの本みりんを選んでいただきたいです。で2つ目のおすすめがラカント S って言ってラカントになるんですけれども、これはラカントっていう植物から取れるラカン化エキスっていうものと、あとエリスリトールが主成分となったもので、糖尿病患者さんの血糖コントロールとかにも使われるぐらいカロリーになりにくくて、血糖値にほとんど影響を与えないので、これもおすすめです。で砂糖と同じ感じで砂糖大さじ1だったらラカンカ大さじ1っていう風にして使えて、味もそんなにお砂糖と変わらない、ちょっとだけ癖があるかなって感じなので、これも使いやすくて、でスーパーとかでも簡単に手に入るのでおすすめです。で次お塩なんですけれども、こちらは精製塩っていうのと天然塩っていうのがございまして、
天然塩の方を選んでいただきたいです。精製塩の方はもうその名の通りしっかり精製されたものになるので、ほぼほぼミネラルが塩化ナトリウムのみ、 99% 塩化ナトリウムでできているので塩分の取りすぎになりやすいです。で、一方天然塩の方は塩化ナトリウムが 70% ほどで、他はマグネシウムですとかカリウム、カルシウムとかも含まれているので、こちらにしてあげた方がしっかり栄養も取れて減塩もできておすすめです。で、この2つをどうやって見分けるかと言いますと、裏をパッケージの裏見ていただくと、精製塩の方はだいたい縦ガマ法とかイオン膜法って書いてあることが書いてあります。で、天然塩の方はパッケージの裏見ていただくと、平ガマ法ですとか天日干しっていう風に書いてあります。なのでしっかりパッケージの裏を見ていただいて、どんな製法で作られているかっていうところを見ていただくと、しっかり天然塩を選んでいただけます。はい、ではこんな感じで、今日はちょっと時間が長くなりそうなので、サートシーまでにしておきたいと思います。また今度の動画で酢、清素と酢、醤油、お味噌についてお話ししていきたいと思うので、ぜひ楽しみにしていてくださいませ。では今回の動画が皆さんのダイエットのお役に立てると嬉しいです。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。リアルステートでは YouTube の他に Instagram、Twitter や TikTok もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。